カラゴン事件とは、1945年7月7日から8日に、かけて、ビルマのカラゴン村で、陸軍第33師団不評、第215連隊第3大隊及び、ビルマ憲兵隊が、住民を英援軍に通じたゲリラと判断し拷問、暴行を加え637人を殺害し、さらに家屋放火し女性を拉致した事件。拉致した女性への性暴力も疑われた。 1946年に p c 9戦犯裁判で裁かれた。なお、文献によっては、カラゴン村事件の表現も見られる。1945年7月、日本軍のビルマ憲兵隊、モールメン分隊の憲兵4名が、モールメンの東北約 50km にあるカラゴン村付近に、英隣軍の空挺部隊が降下したという情報を受けて、カラゴン村を調査した。 取り調べの結果、カラゴン村の近くに 3km の地点に空挺部隊が降下し、村民たちの支援を受けていることが判明した。陸軍第33師団不評、第215連隊第3大隊は、第215連隊から敵軍根拠地殲滅の命令を受けて、空挺部隊を討伐するために降下地点を襲撃したが、部隊はすでに移動した後だった。 第三大隊は、一旦、モール面に帰還した後、今度は、カラゴン村の総統命令を受けて、カラゴン村へ向かった。1945年7月7日夕方、第三大隊と憲兵隊は、カラゴン村に到着すると、村人を集め、男性をモスクに、女性と子供を付属の集会所に閉じ込めた。それから憲兵隊が徹夜で取り調べを行い、その間に村民を虐待した。 オーダーしたり、家屋から吊るすなどして拷問しながら尋問したとされる。その中で何人かの村民がゲリラに協力していることを自白した。翌7月8日の午後、村民たちは4人から10人ずつのグループに分けられて、目隠しをした上紐で結ばれて、村の各所の井戸の側に連行され、銃剣で刺されてから井戸に放り込まれた。生き残った村長の証言によると、 戦後殺害された村民の人数を確認したところ、男性174人、女性195人、子供266人の計637人だった。当時カラゴン村の人口は900人から1000人程度で、約400人の村民は殺されずに助かった。尋問は言ったものの、容疑者を絞ることもなく、女性や子供も含めて殺害したことから、 被害者が多くなったとされる。その後、日本軍は村を離れたが、同月11日に再び村に現れて家屋に放火し、約10人の女性を連れ去った。市川清義偽佐事件発生の契機となった、英印軍の空挺部隊は、スパイ活動に携わり、戦争犯罪の捜査にも当たった、特別作戦部隊、136部隊だったため、事件は、早くから、 英軍の捜査対象となり、ビルまで最初の先般裁判で裁かれることとなった。九百四十六年三月十二日、イギリスラ乱軍軍事裁判所で、陸軍第三十三師団不評、第二百十五連隊第三大隊の市川大隊長以下八人と、ビルマ憲兵隊、モールメン分隊の憲兵六人の計十四人が村民の男女、 子供を殺害したこと、住民を殴打し、拷問し、傷つけるなどの虐待を行ったこと及び、村長の妻と9人の女性を誘拐したことが、戦争放棄、監修に違反したとして起訴された。裁判は4月10日まで17日間にわたって行われ、生き延びた村民が次々に証言台に立ち、事件の詳細について証言した。検察側は、村民の多くが、 空挺部隊を支援していた事実を争わなかった。弁護側は大量の村民の殺害の事実については争わず、日本軍の行為が敵対行為に対する合法的な報復であり、軍事的に必要な行為であったこと、また仮に戦争犯罪であったとしても、被告人は上官の命令を遂行しただけで責任はないと主張して無罪を申し立てた。本人尋問で、 第3大隊の市川大隊長は、殺害は自分の判断で言ったのではなく、上官の命令を遂行したのだと主張した。女性、子供の村民を殺害したことについて、本当に女性、子供が敵対行為をすると考えたのかと問われて、する可能性があり、女性、子供も含めて殺害するよう命令を受けていたので、自分はそれに従った、と回答した。 子供の殺害については、子供を生かしたとしても孤児になり生きていくこともできない。ため、時間を節約して、任務を遂行するために殺さざるを得なかったとも、述べている。また、同部隊の幹部として行動した隊員は、上官からの命令が不法と考えたとき、上官に意見具心する義務があると思わないか問われて、自分は、不法とは思わなかったと回答した。 1946年4月10日に判決が下され、第三大隊の関係者は、大隊長が、公師刑、実際の処刑に当たった三中隊の隊長3名が、銃殺刑、大隊副官と連絡証拠損害で警備に当たっていた、中隊長の3名が、有機刑、殺害に関係しなかったとされた、軍一名が無罪となった。憲兵関係者は、 殺害には関係しなかったとして、虐待の容疑のみを問われ、憲兵隊員ら3名が、無罪、3名が5年から7年の有期刑となった。弁護側の、合法的な報復という主張は、イギリス軍に協力した村民は、数十人で、武器の提供の証拠は見つかっていなかったにもかかわらず、女性、子供を含めて600人以上を殺害することは、合法的な報復の範囲を超えているとして、 退りけられた。被告人たちの直接の上官にあたる、陸軍第33師団不評、第215連隊のガラデン節連隊長は、後半開始前の供述書では、市川大隊長に、村民殺害の命令はしていないと、自らの責任を否定していたが、法廷では供述書の内容を否定して、自らの責任を認め、判決後には確認官に、 原型の嘆願書を提出して、カラゴン村の殺害に責任があるのは、自分以外になく、村民を殺せと命令したのは自分であり、大隊長には裁量の余地はなかったとして、部下の救済を訴えた。しかし裁判所は、カラゴン村でなされるべきことについては大体に、自由裁量の余地があり、虐殺は、軍事的必要や、 上官の命令への絶対服従から正当化されるものではなかったと判断し、確認官も判決を指示した。3ヶ月後に確認判決が発表されたが、原形はなく、同年7月15日にラングーンで死刑が執行された。基礎上の第3度容疑に関して、公判の中で検察側は、誘拐されたのが若い女性ばかりで、被告のスパイとして、 使おうとしたとの主張が不自然であることから、慰安婦とする目的だったのではないかと追求したが、確証が得られず、誘拐について、有罪を主張するに止まった。誘拐容疑について、大隊長は、有罪となった。なお当初、誘拐されたとされていた村長の妻は、殺害されていたことが判明した。また、第二の容疑に関連して、軍医少尉が少女を合刊したとして承認が立てられ、 検察側は、強姦を虐待の方法の一つとして告発したが、証拠不十分として、無罪となった。第33師団長の田中信夫中将は、不評、第215連隊の戦記によるとカラゴン村の相当命令を下したとされているが、起訴されることはなく、自ら責任を認めることもなかった。ありがとうございます。